はい。えっ、ー、と、はい。前のビデオでは第二言語習得の二つの、えー、大事なこと、えー、そのインプット、大量のインプットと、それからレアリアを使うってことですね。えー、これをご紹介しましたが、えっ、ー、と、第二言語習得についてですね、あの、もっと詳しく知りたい人は、あの、あのね、日本語が母語ではない人、日本語が母語ではない人にはこちらの、えー、白井先生のですね、外国語学習に成功する人、しない人、 っていうこの本をおすすめします。これはとても読みやすいです。日本語もすごく読みやすいですね。えー、だけど、あの下の方もですね、すごくおすすめです。で、あのこの本は今年の、えー、去年のですね、日本語教師ブッククラブ大賞っていう賞を取りました。えー、ですので、あのこれ去年出たばっかりの新しい本ですし、えー あの、だけど、ちょっと日本語が少し難しいです。この白井先生の本に比べたら、こちらの方が、日本語は少し難しいですね。えー、だけど、もう日本人だったら、もう間違いなく、こちらの方を読むことをお勧めしたいと思います。はい。で、今日はですね、この、あの、白井さんの本からちょっとご紹介しておきたいんですね。えー、で、ここに、あの、今書いてある研究はですね、あの、カリフォルニア州立大学のジェームズ・アッシャーっていう研究者がですね、えー、スペイン語の 学習に関して行った研究なんです。えー、と、ここですね、授業の70%は聞く活動。これつまりインプット、大量のインプットということですよね。で、20%は話す活動。これが少しのアウトプット。えー、で、10%は読み書きに費やされるにもかかわらず、えー、聞く読む能力は伝統的なオーディオリンガル教授法で教えられた学生の3倍のスピードで習得されたと。はい。 で、かつ、それだけじゃなくて、話す力、書く力、つまりアウトプットの方ですね。アウトプットの方も劣らない、えつまり同じぐらいえ、そういう結果が出たという、あのー、研究がご紹介されています。はい。でもう一つ、えー、この同じ本の中から紹介します、えー。これはですね、アメリカの国防省の言語,言語研究所っていうところで、バレリアン・ポストフスキーっていう人が書いてある論文なんですけど、まあその研究なんですけど、 話すことを4週間遅らせた懲戒優先のグループ。つまり、インプットをたくさんして、あまりアウトプットをしてなかったってことですね。はい。えー、そのグループが、最初から話す訓練を受けたグループを、それをですね、まあ、総合力で上回って、えー、でもそれだけじゃなくて、その話す能力も勝っていた、勝っていた。 え、話す能力っていうのは最初4週間やってなかったんですよね。最初の4週間はずっと聞く、え、ことばっかりやっていたのに、それでも話す能力も、えー、あのー、最初から話す訓練を受けていたグループよりも良かったということが、そういう研究が紹介されています。え、ですから、たくさん話したり書いたりする、そういうアウトプットですよね。そういうアウトプットをたくさんするよりも、 たくさん聞いたり、読んだりする授業の方がいいと。とそういうわけですね。あ、すみません。ちょっとこれを忘れてみます。はい。えー、つまり、たくさん読んだり、聞いたりする方がいいと。そういうことです。はい。えー、それでですね、あの、だけど、その、ここ本当にね、よくある誤解なんですけど、えー、インプットっていうのは、これね、先生の説明ではありません。先生の説明ではありません。で、できるだけたくさんの日本語を聞かせたり、 えー、読ませたりする。そういう必要があるっていうだけですね。で、えー、ですから先生が文法を細かく説明するとか、そういうことではありません。で、あのー、特に行動中心アプローチでは、実際にその行動ができるかどうかがとても大切なので、えー、他の場面でどう使うかとか、そういう説明は、えー、してはいけません。えー、説明はあくまでも、その行動を支援する。 その行動をサポートするという、そういう目的から、えー、はな、あの、外れないようにしてほしいと思います。えー、では、あのと、次のビデオはあの、実際の授業連についてお話をしてみたいと思います。フィルミ連携。